ですよ、近藤選手の投げは。だけど、よく防いでますよね。さあ、まもなく第2ラウンドが始まります。この戦いは3ラウンド制です。5分3ラウンド制、リミット65キログラムでの契約体重での戦いです。最初に戦った時は1ラウンドで一本負けしてますから ね、 そ、 ね、まあ、それはもう超えているっていう。なるほど、なるほど、まあ、逆に言うとマロスクーレンが久保田勇気を、今の近藤勇気をこう総合に引き込んだって言ってもいいですよね。そうですね、やっぱりその試合で本当に格闘技楽しいと思えたそうなんですよ、うん、柔道時代に挫折して、はい、もう格闘技もう本当にと向かい合いたくない、背中を向けてた時期があったんですけど、やっぱ空年の試合によって楽しいと本当思えたっていう、うん、うわー、このパンチで沈んでいく。ちょっとなんとか今意識が戻りました。立てるか。さあ、このまま沈んでしまうのか。立ちます。いやいやいや、無理だ。ここでそのまま崩れ落ちます。いや、意識は完全に戻っていないか。そのままゴングとともに崩れ落ちていきました。逆にマロス訓練が最後引退試合を KO で葬ってみせました。辻選手、訓練が本当にすごい戦いで、引退させてあげましたね、これ。ある意味、まあ、ちょっと2回目なんですけども、今見てもちょっと鳥肌立っちゃうぐらい、うん、いや、今度もあともう少しだったのが立つことできませんでしたね。松本さん、これ体の芯までしびれたようなパンチだったんでしょうね。もう意識が飛んでると思いますね、これですか。見えますね、ですね。1ラウンド本当にきちんと防いで、うん。